皆さんこんにちは、水おじさんです。今日の動画はですね、 Amazon 新生活セールということで iPhone、iPad、Apple 関連の25選プラス3になります。こちらはすでに開催中で3月5日の23時59分までとなっております。いつも通りポイントアップキャンペーンもやってますので、必ずキャンペーンにエントリーする、これを押してから買いましょう。なぜならプライム会員なら 1.5%、 Amazon のマスターカードで買うなら 3% もアップです。さらに新生活関連、洗濯機、テレビ、加湿器、ロボット掃除機系であれば5.5% もポイントアップになります。これはセール品ではなくても対象なので、欲しかったものは今買うのがお得ということになります。そして今回紹介する製品は概要欄コメントにリンクがありますので、欲しいものがあったら売り切れる前にぜひチェックしていってください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずは新生活ということで新しいハード関連のものを行ってみます。まずはアップルウォッチのシリーズ9が安くなってます。これは最新のモデルですね。そして GPS モデル59,800円が5,000円安くなって54,800円。これは最新のものとしてはかなり安くなっているということと、他にもいろんな色あるんですが、値段がねちょっと選ぶごとに違うんですが、一番安価なシリーズ9はこれでした。そして 41mm とこちら 45mm 版、もうちょっと大きいものですね。こちらも5,000円安くなってます。 64,800 円が 59,800 円。なのでアップルウォッチ欲しかったシリーズ9、最新のがいいという方はねこちら選ぶといいと思います。でバンドはね好きなのないかもしれないんですが、正直言ってバンドは後から買うことができます。で安価なものも結構今は揃っているので、 Amazon でアプローチバンドとか調べればたくさん出てきますので、そこで揃えるというのもありだと思います。そして新生活といえばこちらですね、 Mac、 Apple の MacBook Pro M2 Pro チップのものが安価になってました。これね結構安いんですよ。317,000円が262,000円なので、なんと55,000円以上安くなってます。 17% 引きですね。ただストレージとかは選べなくて 512GB 固定、メモリも 16GB 固定ですね。なのでこれがちょうど欲しかったんだという方にはかなりピンポイントでいいものになってます。今ね M3 まであるので M2 じゃなーと思ってる方もいるとは思うんですが、これだけ安価だとちょっと惹かれますよね。なので狙ってた方は検討してみてください。続いて Mac といえばこちらも安くなってました。こちらは iMac 24インチ、メモリが 8GB でストレージは 256GB なんですが M1 チップです。なので 202,800 円が 168,000 円、これも 34,800 円オフなのでかなりいいと思います。で今表示しているのは 256GB なんですが、 512GB も安くなってて、こちらにすると19万にはなるんですが、23万円からのオフなのでやっぱり安いんですね。正直通常使いには M1 で十分なので、メモリとかストレージに納得できるならこの iMac はいいと思ってます。もちろん今ね M3 版も出ているので、性能がちょっと高い方がいいなというのは M3 を選ぶべきではあるんですが、処理作成とか写真を見るだけ、動画とか見るだけ、テレビ代わりにもしたい、新生活に置いておきたいということに関しては全然これで十分です。 Mac でデスクトップ型が欲しかったという方はこれもちょっと気にしといてください。そして珍しく安くなっているのがこちらですね、 Apple Pencil の USB-C のものです。で、Apple Pencil って今3つあって、その中でも一番シンプルで機能も一番少ないものですね。それが 12,360 円が 11,700 円、 5% ではありますがちょっと安くなってます。まあ、これについてはね、いろいろあるとは思うんですが、どちらかというと標準シリーズの iPad、 要は iPad 第10世代ですね、そちら向きなのかなと思います。ただこれでもねペンシルに1万円超えはちょっと、電子書籍、電子教科書、 PDF に文字書くだけなんだよ、ちょっとしたメモ文字で取るだけなんだという方にはこちらでも十分だと思ってます。グージョドックさんのスタイラスペン、これね今2899円で 33% 引きなんですね。でこれはですね、こちらの動画でも紹介しているんですが、なんとマグネット充電とかも可能ですし、それなりに Apple Pencil の第2世代みたいな動きはするんですね。ただし筆圧がないのと、傾きが3段階ぐらいしか検出しません。ただ文字とか書く分に関しては全然使えますので、先ほどの動画を見て納得できるならこの値段のものでもいいと思ってます。ただし絵をね本気で描きたいという人にはこれは絶対におすすめしません。筆圧がないので本当にのっぺりした絵になりますので、そういった方はやはり Apple Pencil 第2世代を買いましょう。そしてここからは私が今まで動画で紹介してきたものが安価になっているものなんですけれども、とてもおすすめなのがこちら、ビデオキャプチャーカードですね。これね、こちらの動画 iPad を外部モニターにしてしまおうという動画があるんですが、この機材2558円が2358円とそんなにね安くなってはいないんですが、これがあれば USB-C が使える iPad であればスイッチを移したり PS5 を移したり何でもできます。 Windows の画面とかも当然移せますので、 HDMI がここに刺さるので刺すことができれば iPad を外部モニターとして使用することができます。こちらおすすめなので、先ほどの動画概要欄にももちろん貼ってありま
ますが、それを見て、あ、欲しいと思った方はね、ぜひこちら購入してみてください。そしてもう一つ人気なのが、こちら、ライトニング USB 変換ということで、こちらの製品はですね、この動画、iPhone のバックアップを安く済ませようという動画です。で、これダイソーでですね、USB メモリとかメモリーカードって今売っているので、それを使って iPhone のバックアップを行おうじゃないかと、という動画なんですが、基本 USB-C か USB-A しか売ってないんですね。なので、ライトニング変換、要は iPhone 15以外の iPhone であれば、これがあれば変換できますので、こちらをおすすめしています。これね、めちゃくちゃうちのチャンネルで売れてます。で、今はですね、セールでもないんですが、私が動画作成した時より安いので、こちらをおすすめしておきます。そして次は定番ですが、新生活には結構欠かせない、こちらですね、Fire TV Stick 第3世代ということで、毎回紹介していますが、これをテレビに挿す、そしてリモコンを使えば、プライムビデオとかネットフリ、TVer、YouTube、この辺が大画面で見ることができます。なので iPhone でプライムビデオ、ネットフリ、YouTube などを見てる方多いと思うんですが、テレビがあればこちらを買えば大画面で見ることができます。もちろんテレビで見る分の料金がかかるわけではありません。プライムビデオとかネットフリ契約していればそのまま見ることができます。で、これが今いくらかというと4980円が3980円、20% 引きですね。この値段で正直 YouTube だけでも大画面で見れるという使い方でも全然ありです。で、これね、4K 版もあって、こちら、もし 4K テレビがあるんであれば、1000円だけ高くなるんですが、こちらの方がお買い得感は強いですね。33% 引きです。本来7480円するので、かなり安くなってます。なので 4K テレビの方はね、こちらの方を選択しましょう。大画面でぜひ YouTube とかプライムビデオ見てみてください。そしてここからは、ケースとかバッテリーとか、その辺いきます。まずは、こちら、Apple のマグセーフ対応、iPhone 15のシリコンケースが安くなってました。これね、7900円、8000円ぐらいするんですが、今6841円 14% オフです。これ結構安いですよね。で、どの色も安くはなってるんですが、モデルを変えるとやや値段が変わったりします。大きいから高いというわけでもなく、結構バラバラなので、自分のね好きな色選んでみてください。どうにしてもですね、7000円以下のようなので、好きなの選んでいいと思います。私は今この例に上がっているように iPhone 15のイエローにピンクをつけてるもの、これ結構お気に入りです。そしてケースといえば、こちらも人気のクリアケースですね。これも iPhone 15用が安くなってました。7255円が6496円、10% 引きですね。で、もちろんプラスモデルとかプロモデルも安価になってますので、チェックしてみてください。値段はね、相変わらずちょっと変わってます。一番安いのがプロモデルですね。この辺欲しいものを選んでみてください。やっぱりクリアだと iPhone の色が見えるのがやっぱりいいですよね。ケースはつけたいけど色も見たいという方はこちら選んでみてください。ただこれだとね、マグセーフ使わないという方にはちょっと不要な部分もあるので、こちらのようにシュピゲンさんのクリアケースなんかいかがでしょうか。かなり安いです。1499円、なんと 25% 引きです。普段は1999円ですね。で、やっぱり先ほど言った通り、クリアにしてリンゴマークも見たい、 iPhone の色も見たいんだという方はですね、こちらおすすめです。で、これ今回15用紹介してますが、セールの全体ページがあって、これもリンク貼っておきますが、こちらのようにシュピゲンさんの Amazon のページに飛べば安くなっているものたくさんあります。なので、ここからいろいろチェックしてみてください。ここは15コレクションで見てますが、この Apple というところをクリックすれば、例えば iPhone 13用であれば、このようにクリックして見てみると、こんな感じで安くなってるものたくさんあります。 25% オフばかりですね。すごい。なので、ここもチェックしてみてください。で、もう一つおすすめなのがこちら、トラスさんのケースですね。これもね、クリアケースで、かつ対衝撃ですね。これの場合はマグセーフですが、トラスさんも結局こちらのようにセール全体ページもありますので、ここではね、14用だとか13用だとか、これもね、安くなっています。で、これもですね、この iPhone シリーズ用のところをクリックすれば、ここから好きな iPhone を選んで見てみれば、セールがやっているかどうか、安くなっているものあると思いますので、そこからチェックしてみてください。そしてちょっと前後しますが、シュピゲンさんではこちらもね、安くなってたんですね。これ私の動画でも紹介したんですが、 iPhone 15 Pro 用なんですけれども、マグセーフ対応で衝撃にも強いケースになっているんですが、これ見た瞬間どうですかね。懐かしいと思う方もいるんじゃないでしょうか。こちらの感じ、何に似てるかというと、もちろんこれですね。初代のボンダイブルーの iMac、 これに似せたね、ツートンのカラーになっているので、ちょっとね、気分が上がります。で、確かに頑丈にできています。私もこれ持っていますが、かなりかっこいいです。なので、昔の iMac にね、ちょっと憧れてしまう人はこちらもおすすめです。これがですね、高いんですよ。5899円なんですが、今セールで4424円まで落ちてますので、欲しかった方はチェックしてみてください。今ね、赤だけ高くなってます。赤だけ高いんですが、ボンダイブルーとグラファイト、これは安価になってますので、見てみましょう。そして私が大好きなケースの一つでもある、こちらピタカさんのアラミド線
繊維系のケースですね。これもね、15用が今7699円が6799円。12% オフ。これなかなか安くならないので、待ってた人はチェックです。で、ピタカさんはね、とにかく何がいいのかというと、重さはわずか 18g とあるように、まずこれ系にしてはかなり軽いです。軽いんだけど、強度は強い。そして、これ、優れた手触り。本当に優れた手触りです。これね、不思議なんですけれども、このアラミド繊維っていうものが滑りにくいですし、手触りいいですし、結果持ちやすいんですね。なので、若干高めではあるんですが、おすすめしてます。これはね、一回体験してほしいんですよね。ただ高いのでこういったセールの時に購入してほしいなと思っています。でピタカさんも同じようにこちらセール全体ページ、これもねリンクの方貼っておきますので、いろいろ安くなってます。マグネットリングとかアップルウォッチのねバンドなんかも、これもかっこいいですよね。こういったものが安価になってますので、ぜひチェックしてみてください。そして外側を守ったら、今度はディスプレイ側を守りましょうということで、こちらおなじみのガラスフィルム系ですね。これもいつも通り今買えるであろう機種の iPhone SE から何からほとんどの iPhone について概要欄にリンクを貼っています。何のリンクを貼っているかというと、このガラスフィルムでガイド枠が必ずついてて、2枚セットの商品だけ貼っています。これね、なんでガイド枠付きかっていうと、簡単に貼れるからです。そして2枚セットは1枚割れても安心だからですね。で、機種ごとにいろいろ値段が違うので一概には言えないんですが、全部安くなっています。そして iPhone15 用であれば2499円が 36% オフで1598円。これかなり安いですよね。で、毎回言ってますが、これがガイド枠です。ガイド枠をこのように載せたらですね、ガラスフィルムの方を剥がしてここに載せるだけです。このガイド枠があるので必ずずれないで貼れます。で、魔法のように貼られていくので絶対に間違うことがありません。これは本当におすすめです。私はもうニマソさんのしか買っていないので、これからね新しく iPhone を買う方も準備しておいた方がいいですし、今持ってる方もね保険用に買っておくのがいいと思います。そして裏も表も守ったら、今度はお出かけというところで、こちらモバイルバッテリーですね。 iWalk さんの超小型 iPhone 4500mAh ということで、これもね結構定番なんですが、めちゃくちゃ安くなってます。 USB-C 用とライトニング用があるので注意してほしいんですが、リンクのところもきちんと注意して書いてますけども、今2680円が2010円、 25% 引きなんですが、さらに 20% オフクーポンがあります。これを使うとなんと1608円ぐらいまで落ちます。かなり安いですよね。で、 iPhone15 用っていうのは何かというと、ブラックとピンクとホワイトですね。この3つは iPhone15 専用です。で、それ以外はライトニングです。で、いろんな色揃ってます。これも嬉しいですよね。自分の iPhone の色に合わせて買ってみてください。値段的には同じです。2010円になってるし、クーポンを使えば1608円になります。ただちょっとカラーによっては少しだけね値段が上がるものもありますので、ちょっとだけ注意です。といっても100円そこらしか変わらないので、好きな色でいいと思います。で、これなんでいいかっていうと、こちらのように直挿しで充電できるので、ケーブルがいらない。ケーブルってあると結構邪魔になるので、あれがなくていいのと、これで見てわかる通り小さいんですね。小さくて可愛いと、本当に小さいです。バッグのね横ポケットとかにポンと入れておけるので、結構便利に使えます。こちらもね毎回売れている、売れ筋の商品になっているので、ぜひ購入してみてください。そして iPad 関連で紹介しておきたいのが、こちら iPad のケースですね。 ESR さんの、これはミニ6のケースなんですけれども、これが3099円が2174円ということで 30% オフなんですね。ただブラックだけが思いっきり安くて、他はね高いものもあります。もしくは値段引かれてないのもあるので、気をつけて買っていただきたいんですが、これ何がいいかっていうと、私も使ってますが、公式にはないこのペンを押さえるペンホルダーがあるんですね。これあるとないとでバッグに入れた時全然違うんですね。公式これがないので、ここつけてても正直落ちるんですよね。これがあれば結構安心するんですよね。バッグの中でも落ちないっていうのは当然ですが、どこか持っていく時でもこれがあるだけで安心なので、 iPad だとこの ESR さん毎回おすすめしています。で、これはミニ6用なんですが、こちらのように Air 5用もあります。これ Air 4にも iPad Pro 11インチにも使えるということで、3599円がなんと 29% オフで2549円になってます。これもねちょっと色で値段また変わったりするので、今回一応一番安いブラックを紹介していますが、これも同じようにペンホルダーがありますので、ぜひねこの ESR さんのも検討してみてください。そしてここから誰でも対象になる充電器関連なんですが、こちらアンカーさんのプライムシリーズ、これは結構ね高いものになるんですが、いいもの、これの充電器が安くなってます。 100W まで対応で3ポートついてます。普段9990円もするんですが、 20% オフの7990円ということで、こちら小型タイプなのに USB-A と C が2つついてます。こんな感じで3台まとめて充電、例えば MacBook Air、 iPhone、 AirPods、 これ1台でできますし、とんでも
もなく小さいんですね。これ Apple の 96W ですかね。このくらい大きいんですが、アンカーさんの 100W でこのサイズ。すごいですよね。なのでかなり小さくなってます。結構新生活というとコンセントがね、足りなかったりするので、こういうものね、便利に使っていきましょう。ちょっと高いですが、値段分はあると思っていいと思います。たくさん電子機器使う。で、アダプター何個も買うよりは、これを買ってしまった方が小スペースで良いと思います。で、これに挿すケーブルについては、例えばなんですが、こちら、かなり安くなってます。990円が740円ということで 25% オフ。これは USB-C から C です。で、転送速度を気にしないのであれば、これで十分です。パワーデリバリー、これ高速充電のことなんですけれども、PD に対応してますし、特に問題なく使えます。で、これは USB-C から USB-C なんですが、iPhone で使う場合は、こちらですね。これもアンカーさんですけれども、パワーライト3、USB-C からライトニングのケーブル、MFI 認証がきちんと通ってます。で、まあ MFI 通るとちょっと高いんですが、2290円が1830円、20% 引きですね。で、色も選べます。ただ、色によってはまた相変わらず値段が違かったり、安くなかったりするので気をつけてください。でも、この黄色はかなり可愛いですよね。で、これは USB-C からライトニングにする場合だし、もう一つ USB-A の穴があったので、ここは安価でいいかという人には、こちらですね。930円が697円まで安くなってます。25% オフですね。しかも、これは3本セットです。ただ、まあ、これはね、毎回言ってますが、安すぎるので、耐久性はね、あまり期待しない方がいいと思います。そんなに、ね、頻度が高くないところで使うのがいいかなとは思います。例えば職場だったり、家の中でね、もう一本どっか増やしたいんだっていう時に使うのはいいかなと思ってます。ただとにかく安いというところでおすすめしておきます。そしてお出かけといえば、こちらワイヤレスイヤホン系ですね。で、ここで紹介するのは Beats Fit Pro。 そしてもう一つヘッドホン Beats Studio Pro も安くなってたので紹介するんですが、まずは Fit Pro。 これはイヤホンタイプで 28,800 円が 22,545 円、 22% 引きです。これかなり安いです。で、これ何がいいかっていうと、ノイズキャンセルにも対応していますし、空間オーディオ対応なんですね。なので Apple Music とか使っていて、 AirPods は欲しいんだけどそこまで手が出せないという方には、この値段でノイキャンも手に入る、空間オーディオも手に入るというところではかなりおすすめです。 AirPods と違ってやや低音が強めです。なので、そういった曲、例えばヒップホップなんかを聴く方には結構ね、こっちでも全然いけます。で、かつね、バッテリーもね、 AirPods より持ちがいい感じがします。これはもうちょっと使い方にもよるんですが、この値段でこれだけの性能であればおすすめです。ワイヤレスイヤホンデビューしたい、空間オーディオ、ノイキャンデビューしたいという方は、まずはこれといったこともできます。そうじゃなくて、ヘッドホンタイプが欲しいんだという方には、こちらビーツスタジオプロ、これね、私も結構使ってるんですが、かなりいいものです。ノイキャンにも対応していますし、空間オーディオにももちろん対応しています。 USB-C なので、なんとロスレスでオーディオ聞けるんですね。もちろんね、ケーブルつけて再生にはなるんですが、 Apple Music のロスレス音源を最大限活かせるという意味では、こちらもおすすめです。で、これは 49,800 円が 39,800 円、なんと1万円引きです。 20% オフです。これは結構ね、ビーツらしい、今までのビーツが好きであれば、こちらは気に入ると思います。ヘッドホンタイプが欲しい方はぜひね、こちらもチェックしてみてください。続いてがこちらのバックアップ関連ですね。これ Amazon 限定のものなんですが、サンディスクの SSD 外付けのものが安価になってます。で、今回紹介するのは 1TB なんですが、 13% オフで 11,319 円、普段は 13,042 円ですね。で、これ USB-C に対応しているので、 iPhone 15 でもいけますし、 iPad の USB-C でも対応しています。バックアップしたいんだという方にとっては 1TB かなり大きく使えますよね。 iPad とか iPhone に挿すだけでも OK なので、使い勝手もいいです。バックアップの方法に関してはこちらの動画でも解説しています。なので、ちょっとよくわからないという方はこちらを見ていただいて、あ、バックアップ方法ってこういう風にやるんだねっていうのが分かって、欲しいとなったらこれを買ってほしいのと、ただしこれね、ケーブルついてこないんですよ。ケーブルが USB-C to A なので、 iPhone とか iPad に直接使えないんですね。なので、おすすめとしては、先ほども紹介しましたが、こちらのケーブル、安価なケーブル、ただこれはね、転送速度気にしない場合です。これね、 USB 2.0 なので、転送速度自体はちょっと遅いです。ただ気にしないのであれば、これでもいいのと、 15 Pro、 iPad Pro の方は高速転送も可能なので、そういった方はこちらアンカーさんの USB-C&USB-C サンダーボルト3対応の高速ケーブル、これを買いましょう。これもね、セールになってます。3690円が2950円ということで 20% 引き。なかなかね、ちゃんとね、サンダーボルト3に対応したケーブルを2000円台で買えるってことないので、これ高速転送とかしたい方はこれおすすめです。で、もう一つアンカーさんでおすすめがあって、アンカー610マグネティックフォングリップ、マグ号シリーズですね。いわゆるスマホリングです。これが2000円から1490円、 26% 引きなので、
結構安くなってます。でこれマグネット型で何がいいかというと取り外しが可能なんですね。シールタイプとかだともう貼ったらねなかなか外せないですし付けっぱなしになってしまうんですが、こういう風に取り外しも可能だし、もちろん角度も変えられます。指の位置がちょっと違うんだよなっていう時も微調整がくるくる回すだけで可能なので、そういったところもいいです。そしてケースをしたとしてもケースマグセーフ対応のを持っていればそのまま付けることが可能なのでとても便利に使えます。で磁力もね本当に強力です。スマホリング探していてマグセーフ対応の iPhone であればこれをおすすめいたします。そしてもう一つは新しいことをしたいという人におすすめで選んだものがこれです。アンカーさんの 3D プリンター。これね安くなってるんですよ。9999円が79992円ということでなんと2万円近く安いということですね。で私も 3D プリンターこれを持っていて、こちらの動画のように Mac mini ポータブル、これを作るためにですね 3D プリンターに活躍してもらいました。結構ね作っているのを見るだけでも楽しいですし、新しいことをしたい方はですねぜひねこういった 3D プリンターにも挑戦してみるのはいかがでしょうか。本当にね楽しいです。 iPhone ケースとかも作れますので一緒にやってみましょう。おすすめの 3D プリンターです。扱いも簡単です。はい、ここからはおまけです。まずはカゴメの野菜生活100オリジナル 200ml が24本セット。これがですね3188円が1980円。これ安いですよね。1208円も安くなってます。これはねもう私定期購入で買っているのでいつも届くんですが、もちろん野菜生活だからといってこればっかり飲んでたら体には悪いですが、なんとなくね1日1本みたいな形で飲んでいるといい感じな気がします。なのでこれがおすすめなのと、こちらこれね安くなってました。これもね私たまに買ってるんですけれども、明治のチョコレート効果カカオ 72% 大容量ボックスということで、これ3715円が2739円、 26% 引き。これはかなり安価です。でこちらの方がね皆さん見たことあるかもしれません。このカカオポリフェノールの量ということでこれがね多いんですね。なので健康にもいいということと、甘すぎないところがいいですよね。甘すぎないんだけどチョコレート食べたい時って結構ありますよね。で小腹が空いてる時にもいいですし、この勉強や仕事で集中したい時、この集中したい時にチョコレートいいと言われておりますので、これをね1個置いておけば、個別包装なのでちょっと取ってねちょっと食べるみたいな形で私もよく食べてます。これがおすすめです。そしてもう一つがこれ、こっちは結構がっつりですけれども、お試しセットということで牛×炭火焼き鳥、要はすき家の牛丼とすき家の炭火焼き鳥丼ですね。これの冷凍食品です。計10食5パックずつのセットが4600円なんですが、 35% オフで2980円です。新生活といえばねやっぱり食べ物に困ることも多いでしょうから、これを買っといて、うわ作れないとか日曜の昼ぐらいはめんどくさいから作りたくないという方にはね、これを買っておいて非常食代わりにしましょう。ただ結構注意なのが5パックずつ来るので冷凍庫の場所はやや取ります。なのでその辺はちょっと気をつけてください。これを食べて新生活も頑張りましょう。はい、ということで新生活セール25銭プラス3でした。いろいろあったと思いますが、概要欄コメントに全部 URL ありますのでチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんさようなら。